元気になるものを紹介します。私が元気になるもの第1話、じゃん、カスピ海ヨーグル、豆乳ヨーグルト。これカスピ海ヨーグルトって知ってますか？知らないですね。これね、あのカスピ海コーカサス地方で長生きの人がいっぱいいると思うんですよ。そこに行った教授がね、この金の種をね、あの輸入してきたんですね。それがなんかね広まって日本で、これを作るあの機械を私購入しました。毎日作ってます、豆乳で。毎日カスピ海豆乳ヨーグルト作ってるんですか？はい、イカれてますね。はい、いないでしょ。日本中多分長野くんぐらいしかいないですよ。本当？はい、聞いたことないですよ。ちょっといると思う、もうちょっと。中野くんの5倍ぐらいの人数がいると思う。いや、カスピ海豆乳ヨーグルト何作ってる人なんかいないですね。いやー、うまい、健康に元気になる。以上。